お元気ですか、ボクシミです。今回は、2023BBM ベースボールカードフュージョン開封動画でございます。これ2023年の日本球界を振り返る総集編のカードでございます。こちらは1パック6枚入りで1ボックス15パック入りになっておりますので、前編8パック後編7パックやっていきたいと思います。まずは前編の8パックやっていきたいと思います。はい、それでは前編の8パックやっていきたいと思います。まずはですね、前編の1パック目でございます。こちらね、阪急ブレーブスの米田哲也投手でございます。広島カープの菊池涼介内野手でございます。読売ジャイアンツの中川浩太投手でございます。で、始球式カードですね、これは No Not Equal Me っていうユニットでしょうかね、桜井桃さんでございます。ちょっとね、アイドルのことはちょっとわからないんでね、その辺ご了承ください。で、楽天の小郷優也外野手でございます。中日の宇佐美慎吾捕手でございます。元日本ハムファイターズでございます。2袋目でございます。これは日本ハムファイターズ時代のダルビッシュ有投手でございますね。これね、19歳9ヶ月で交流戦で完封した時のカードって書いております。広島カープの森下正人投手でございます。読売ジャイアンツの王貞治内野手でございます。で、始球式カードでございます。これはリンシャンさんでございますね。台湾楽天モンキーズってこれチアリーダーでございますね。で、中日の岡林祐希外野手でございます。で、阪神のこちらね、最優秀防御率のこれカードでございます。3袋目でございます。読売ジャイアンツの平田薫内野手でございます。阪急ブレーブスの梶本隆夫投手でございます。はい、こちらでございます。で、こちらね、100枚シリでございますね。始球式カードでございます。タレントの小倉優子さんですね、これね。100枚限定でございます。これ、太陽ホエールズの遠藤克彦投手でございます。で、阪神の坪井元親外野手でございます。現在はですね、北海道フロンティアリーグの、石狩レッドフェニックスの監督でいらっしゃいます。で、楽天の村林一樹内野手でございます。4袋目でございます。はい、すいません、失礼します。これは近鉄の柴田和也投手でございます。広島の西田真嗣外野手でございます。で、阪神のですね、これはランディ・メッセンジャー投手のこれカードでございます。で、ロッテの西村隆博投手でございます。これ元ね、ファイターズでございます。で、横浜ベイスターズの東和勝木投手でございます。勝木投手でございます。阪神の川尻哲郎投手でございます。5袋目でございます。
阪神の、あ、失礼しました、オリックスの山下俊平太投手のカードでございます。ちょっとね、見た目ちょっと阪神っぽかったです、失礼いたしました。中日の宇佐美慎吾捕手でございます。同じく中日の中村武也内野手でございます。で、始球式カードですね、ファッションモデルでタレントの藤田ニコルさんのカードでございます。で、横浜の今永翔太投手でございます。で、阪神の、梶谷廉投手でございます。6袋目でございます。で、これは、北海道日本ハムファイターズ時代の八木智也投手でございます。で、中日の藤島健人投手でございます。広島の前田健太投手でございます。これは、タレント女優で元 SKE48 の相田紗理奈さんの始球式カードでございます。で、最高出塁率のカードですね、これね、阪神タイガースの大山雄介内野手のカードでございます。で、楽天の松井裕樹投手でございます。7袋目でございます。ヤクルトの石川雅規投手でございます。オリックスの、これは首位打者のカードですね、オリックスバファローズの頓宮裕真捕手のカードでございます。読売ジャイアンツ時代の江藤明内野手でございます。で、これはノットイコール2位の永田詩織さんの始球式カードでございます。中日のライデル・マルチネス投手でございます。で、ソフトバンクホークス時代の千賀滉大投手でございます。はい、前編最後の8袋目でございます。読売ジャイアンツの江藤明内野手でございます、当時ですね。で、広島カープの島内宗太郎投手のカードでございます。で、こちらですね、ヤクルトスワローズの、これ100勝を挙げた時のカードかな、小川、康弘投手ですね、北海道、千葉県東京ヤクルトスワローズでございます。で、本塁打をですね、楽天の浅村選手、ソフトバンクの近藤健介、外野手、千葉ロッテマリーンズのポランコ外野手のそれぞれの、ね、カードでございます。で、横浜ベイスターズの上茶谷大河、投手でございます。最後は中日ドラゴンズ時代の、これアロンゾ・パウエル、外野手でございます。はい、以上で、2023BBM ベースボールカードフュージョン開封動画全編、8パック終わりたいと思います。その後ですね、後日ですね、後編の7袋もやっていきますので、もしね、興味のある方はぜひ見に来てください。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。